かすごい。決まりましたけども、はい、年始ということで、はい、ちょっと今日は特別に裏方のあのエグゼクティブプロデューサーのあの、はい、DJ スプリンターズお越しいただきました。トロ、どうした？何事じゃ？これは困るな。わしらの飯が食えるじゃないか。一度行ってかけてみるか。皆さん、どうもお久しぶりです。DJ スプリンターズです。よろしくお願いします。今回はね、こちらのお店ですね。ヒットミートというね、ここです、はい。ここがね、東山を越えて、西大寺に行く。ですね、増野の交差点を、まあ、西大寺方面に向かって行ってたら、右、過ぎて、右手に、すぐあります。交差点過ぎです。はい。です、はい。というわけで、今日は、グッドミートさんというところに、行こうかなと思います。はい。まあ、こちら、どういうお店なのかというと、この、精肉の販売のお店ということで、はい、やられてるということで。はい。じゃあ、早速、行ってまいりましょう。はいはい、ということでやってきましたけど、代表の方は、あ、こう久しぶりですね。そうだ、だいぶ久しぶりですね。そうですよね。はい、だから元々の DJ のイベントを一緒にやってたという。そうですね。あれですかね、和牛というか、はい、もうどういう感じになるんですかね。そうですね、和牛と、外国産のものも置いてますけど、はい。はい、厚切りタンは、厚切りタンも国産のものを使ってたり、その場合によっては、はい、その外国産のものを使ったり、はい。全米っていうかいいですね。全米美味しいですよ。内臓は特に汚れがすごいんで、しっかり下処理をしてあげないと。そうなんですよね。食べた時にちょっとうってなるような感じになってしまうんで、しっかりその辺は下処理をさせてもらってます。ですよね。今年は牛年ということで、やはりもうこのコロナの中でもこの肉をね、持ち帰って食べたりとかテイクアウトですね。あと焼肉店とかのそのやっぱりその吸引機能がすごいいいってことで、やっぱり今すごい肉がピックアップされてるということで、で今日ね、そのピックアップといえばこのお肉をちょっとねピックアップしていこうかなと思います。今日はね、特別に実演をやってもらえるということで、普段はまあお家に帰って、ね、焼く形になるんですけど、うん、特別に、ね、焼いてもらうということで、はい、ちょっと中に、ね、楽しみですね。やろうかな、はい、お願いします。はい、やっぱ家でのこうやっぱ火加減とか焼き方のやっぱりそう難しいですね。そうです ね、こちら当店自慢のもみだれです。はい、すごく美味しいです。評判なんですよ。はい、ですか。はい、こちらをしっかり、はい、総称材の方に、あ、はい、揉んであげてください。これでしっかりと、もうしっかりと揉んでもらって、やっぱ揉むことによってやっぱり、そうですね、味が中に入るんで、しっかり、はい、しっかり揉んであげた方が、できることはつけてもいいぐらいです。ああ、なるほど。これがやっぱりより美味しく、そうですね。このフラ、鉄のフライパンで焼いていただくのが本当は一番美味しくやってます。ああ、そうですね。はい。そう、全然なかなか、はい、そうですね、家にフライパンに、そうなんですよね。そうなんですね。オリーブオイル、そうですね、オリーブオイルでいつも僕はやってます。はい、家ではやっぱりどうなんですか、180度ぐらい、そうですね、強火いうか、もうしっかり強火でもしっかり熱してもらって、はい、やってもらう方が、はい、美味しくやります。はい、じゃこれから焼いていきます。お願いします。フライパンによったらこう肉を動かしてあげた方が僕はいいと思います。で少し
ここで流してるから。どうしてもタレをつけてしまっているので、このまま焼いてしまうと焦げてしまうので、僕はもうこのままですぐそれから火を切ります。それでちょっとこの状態で焼いてあげるとタレがついてても焦げにくくなります。それでだいぶ温度が下がってきてから、最後普通に焼き肉つけていただくときのタレになります。でこちらをもうフライパンにしたーっとやっていただければ、はい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 、もうこれで、はい、焼肉もその肉もタレが焦げないんで。じゃあちょっといただきます。こちらハラミということで、はい、いただきます。うん、美味しいですね。いや、美味しいです。なんかそのタレのバランス、そのタレと肉がすごいバランスが良くて、はい、お肉の下にご飯があってほしいみたいな。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。いきます。はい、お願いします。いい感じで、ちょっといただきます。うわー、いただこうかなと思います。いただきます。うん、柔らかい。うん、またさっきのハラミとまた違った感じでお肉が楽しめますね。はい、しっかり脂が乗ってますので。はい、できます。これも女性の大人気、某テレビ局のアナウンサーも塩タン食べてましたね。じゃあお願いします。はい、厚切りなんで、はい、もっとより柔らかく食べてもらえるように。結構厚切りなんで、やっぱり女子も柔らかいんですけど、お年寄りの方とかにも食べていただきやすくするために角切り包丁を一応入れてます。なるほど、はい、そういうことなんですね。結構分厚いので家でやるときも焦げがちになってしまうので、もう切ってもらった方がいいです。はい、火を止めてもらって、まずね、お塩をね、かけていただきます。これ結構かけた方がいいんですか？そうですね、僕は結構多めにかけます。はい、こんな感じで。うん、歯応えがいいですね。そうですね。うん、やっぱあれですね、
タレつけるとご飯欲しくなりますね。のホルモンの焼き方、はい、なんか意外とどれぐらい焼いたらいいのかとか難しかったりなんですよね。焼いてもらおうかなと思います、はい。こっちも焼いてしまうとずっと油がただ取れていくだけ。はい。もう大体。そうですね。もう大体 OK の感じで。はい。ありがとうございます。おしゃれな感じで。いやいや、ほんまに。これね、テーブルバッグ出てきたら倍ですよね。じゃあね、このちょっと大きいやついただこうかなと思います。本当にこれ、こういう感じでも全然 いけるんですね。そうですね。なんか、すごい牛脂的な感じで、ねえ、ボリューミーな。ねえ、これ見てください。じゃあこれちょっといただきますね。どうどうどう。おお、思ったよりしつこくないですね。食べやすいですね。そうですね。うん。ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。本当に美味しかったです。いろいろと。そうでしょ。はい。美味しいです。もう近いんでね、また買いに来ますので。はい、もうぜひ来てください。よろしくお願いします。お店の方から一言です。はい。ですね、毎月29日、肉の日は半額 50% オフや 30% オフ、いろんな商品がなっています。皆さん来ていただけるよう日々頑張っておりますので、29日とかそういうイベントがありますのでぜひ来てください。はい、よろしくお願いします。肉の日ですね。そうですね。はい、なんか YouTube 見たよ的な特典で何かもらったりとか。どうですかね。なんか YouTube 見ましたよって言って前からの方割引になるっていう。ちなみに、まあ、10% ぐらいやったらまあ30%ダメですか。そうね。もうちょっとなんかほんますか。はい、ほんますか。新年早々騒がしいですね。ほんますか。そうですね、新年なんでね。はい、牛出し、牛出し大丈夫。じゃあ30%オフでどうですか。来ました。ありがとうございます。大丈夫ですか。はい、そうです。じゃあ、じゃあもうこれ期限とか関係なく YouTube 見たようでくれば。そうですね、30%オフでぜひそれでお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでね、視聴者の方、スピーチューブ見たぞと来たら、はい、こちら そのグッドミートさんで 30% オフになるということで、これかなり安くないですか。そうですね、牛出しもっと濃いです ね。そうです。はい、ちょっとこれがもう 30% オフになるということで、ね、これかなり安くなる。安いです。ね、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。グッドのスマイルでお待ちしております。ということです。こういう感じで包んでくれるんですね。可愛いですね、この可愛らしい。紙袋可愛いですね。でしょ。めっちゃ可愛いこれ。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。